ナイスナイスナイス。ようこそ両和ハウス八丁堀店。広島での生活が不安で。おお、これこのアプリの、はい、ブチエ広島ブチエ、あ、ブチエって読む、これブチエって読む。え、これってどんなアプリなんですか？広島に来てるインバウンドの方に広島の魅力をもっと知っていただきたくて、今いろんな情報をですねこのアプリに載せてます。じゃあ観光とか広島に来た外国人の方に向けたアプリってことですか？そうですそうです。こんな広島に特化したアプリってあったんですね。そうですね、これが今今年の6月からリリースしたばかりで、つい最近ですね。そうです、なんで我々もこれあまり知名度なくて、もっといろんなことを充実させていただきたいなと思っているところなんです。じゃあ実際に今観光できた外国人の方に向けてチラシを配りよったんですね。そうですそうです。ご家族の方ですか? Are you guys family? Yes, we are! そうです! Japanese comedian! I know you! これに広島の、僕らが作った広島のディープな情報が載ってるアプリです。広島弁で、ブチエイ Very good! ブチエイ広島 Have you ever heard of it? No! 聞いたことない、oh. yeah.So it shows you different dining and travel and activity experiences around Hiroshima. Personally, I've always been a big fan of Japanese calligraphy. 私は書道が好きです。すごい和の文化。買い物の方ですか？書道を書きたいですか？ What about buying your own stuff and would you like to Yes. go shopping for any of that? So at the store I found earlier, they had...All sorts of brushes and stone inks. The clerics had no English, so before I bought anything, I decided to make my own research before I spent a lot of money. 僕らのアプリはアクティビティというカテゴリーもあるんで、そういった書道体験とかそういったコンテンツも見ていきたいな。Do calligraphy. Thank you so much for all of your time. Thank you, man. I really appreciate it. Yeah. Yeah, such a good person. Good person, man. Yeah. なんかアプリのことをね、ちょっと興味持ってくれてたんで嬉しいですね。嬉しいですね。はい。手応え感じてます。実際に自分たちで触ってみんとどういうアプリなのかわからんので、実際このアプリダウンロードしてちょっと一緒に。この広島の街散策してみましょうよ、うん、早速ダウンロードせんと、うん、あ、簡単簡単、ほらすげえ。マンボロ言ったら尿だれ出てくるんよ。おいじゃ、広島弁講座を始めよう。はよ、標準語では早く、英語では quickly。 もう一回言いましょう。はよ、デイビッド。おー、ハロー、アンドルー。